こういうコンセプトのタッグマッチなわけですけれども、まあそれにしても越境タッグで、まあ JWP の2人が、両方に散っているという、まあ非常に変則的なタッグマッチということになりました。さあここでゴング、そうですね、 JWP の選手が散ってるんですね。はい、そして注目は、はい、タカコキューティーというふうに覚えた方が覚えやすいですね。そうですね、はい。さあまずは、まず最初に連携を見せたのはこの九度目と福岡ということであります。連携いいじゃないですかね。え、ええ、こうちょうどタイプ的にも非常にこう似たところがありますしね。さあこの九度目と福岡、お今度は逆に、あキューティーヒット、かった高子がね連携を見せたんですけれども、今キューティーが吹っ飛びましたけども、わ高子のコスチュームがまたすごいですね今日は。お、あと福岡がプランジャー、そして工藤が向こう側にトペ、うん、まずは FMW JWP の越境タッグ、工藤福岡組がまずは試合の主導権を握ったような形か。さあ今トリング内、今度は福岡とキューティーの対戦、体を預けていったかカウント1。このキューティーと九度目というのも意外とフレッシュな顔合わせではあるようですね。まあ、おそらくこれあの FMW と JWP の交流戦あるいは対抗戦という意味では初めてですので、まあおそらく対戦するの初めてでしょう。さあまずは手四つでお互いの腕試しということになるんでしょうか。おっと力ではやはり不動の方が勝っているのか。そうですね、身長差という気もしました。しかしキューティーは腕に噛みついて手四つを返していった。さあそしてご覧のように何か天の羽衣でも巻いているかのようなね、こんなコスチュームで登場の井上貴子。この貴子と九度目というのもなかなか面白い顔合わせであります。さあ九度目を髪の毛を掴んで、今度は場外だ。あっと場外でツームストーンか、これもデンジャラスな攻撃だぞ。ああいいですねこれは、花道で例の膝を顔面に打ち当てて、あープツームストーンパイルドライバーから、そしてキューティーのフットスタンプのおまけ付きという、そんな感じの攻撃でありました。さあ井上拓人と FMW 工藤めぐみ、まあこの高子キューティー組というのも、もうこのオールスター戦ではある程度こう確立されたタッグという意味言ってもいいかもしれませんね。それはあるかもしれませんね。先日の、はい、武道館でもかなり息の合ったところを見せましたけれども、さあ一方の九度目と福岡というのはもちろん急増タッグ、まあ、そういった意味ではやはり試合の流れというのはキューティー高子組がリードしていくようなことになるんでしょうか。髪の毛を掴んでのキャメルクラッチ、今何かセコンドとね言い合ってましたけども、キューティー DDT。 さあカウント1。さあ今度は高子、この辺り非常にスイッチワークがいい。おっと工藤目が得意の、工藤が得意のフライングネックブリーカーで形勢逆転か、馬乗りになって先ほどの返しか。さあ工藤と井上貴子、工藤選手気が強いですね。はい、今ねキューティーが入ってこられてるところ、自分でカットしに来た人をカットしちゃったという、いいですね。さあやっと福岡が出てきて、なんとなんと顔を踏みにじるという、
まあ美形で打っているこの井上貴子にしてはちょっと屈辱的な攻撃か。さあお、まあこの工藤と貴子のこの気の強い合戦というのも結構ね見どころですよね。そうですね。借りて一発、満を持して登場は福岡。おっと打点の高いミサイルキックだ。カウントワンで返す。福岡と高子ってのも意外とフレッシュな顔はあったかもしれません。今上から馬乗りになってバカ野郎と言いながら張り手をかましていった井上貴子。ロープに振って張り手、今の馬乗りになって張り手は本当にバリティングコーンとかねそんな感じですよね。まあ何か気のせいかですね、顔面あるいは髪の毛とかですね、そういった攻撃が何かこの試合妙に多いようなそんな気持ちいたします。ジャンピングニーパット、この辺は最近キューティーが得意技にしている展開であります。蹴り投げして、おっと背中を蹴っていった。同締めスリーパーか。キューティーの同締めスリーパー、なかなか珍しい攻撃でありますけれども、ちょっと福岡やられているか。ここで外れて、ああ今福岡の顔をかきむしていたのがキューティー。ああ髪の毛を掴んで離さない。やはりタッチワークという意味ではキューティー高子いいですね。そうでしょうね。ツープラトンの攻撃、さあカウントどうか。カウント2、おバックを取り合って、ツープラトンで DDT。 さあ今度は福岡と田中、おっとサルトモルタルでうまく切り返して、おローリングクレードル狙うか。ローリングクレードルいった。あちょっとニュートラルコーナーに詰まるか。しかしスピードがいいぞ。あかなりスピードに乗ってきましたローリングクレードル、クレードル。さあ福岡が今タガコローリングクレイドルをかなりいきますよ。何周も回していきます、何周も回していきます、まだまだいきますよ。今ドームから拍手喝采がありましたが、カウントはどうか。カウント2。さあボディスラムから、お得意のムーンサルトプレスか。ドームで華麗に舞った。まあフォームの綺麗さでは定評があります福岡のムーンサルト。ドームの天井をめがけて高々と舞いました福岡。勢いよく入ってきた工藤でしたけれどもね、ノードアウトしの洗礼。さあフットスタンプか。フットスタンプ、工藤はこの技あまり食ったことないでしょうから結構効きそうですね。うまくバックを取って、得意の体ドラゴンスープレックスとカウント2。さあキューティー対工藤、これはジョークレーカーとかジョークラッシャーというか、はい、顎をクラッシュしていくというね。キューティーの、ね、声がドームに響き渡ってますけれども、おジャンピングの DDT。 さあこの辺で、おこれはスティーブ・ゲームさんこういう入り方しますね、はい、サイドスープレックスの形からパワーボムに持っていくという
福岡もまあいろいろ技のバリエーションをつけていこうというところ。ダルマ式ジャーマンだ。これは綺麗に決まったがカウント2。うん、まあしかしここまでお互いどうも決め手を書くような。おオーロラのか、オーロラの形からうまくスープラトンのねダブルインパクト式のボディープレスを狙ったんですけれども、ここはよく見ていた福岡。ザロープに振ってセカンドロープから回転エビ固めはどうか。カウント2。さあすかさず駆動にタッチ、バックドロップを外して、おキューティーがうまいフォローだ。この辺りは息がぴったり。さあバックドロップホールドの体勢。カウント2。今度はニュートラルコーナー、あうん、福岡がうまくフォローに入って、お4人がなんと1つのニュートラルコーナーに入り乱れて、結局は雪崩式のノーアウト氏が今駆動に炸裂したがカウント2。お円髄にですか、今自分の膝をポンポンと叩いて、さあ円髄にを狙っている、円髄に、そして福岡を完璧に抑えているキューティー。さあどうか、カウントどうか、福岡がカットに入った。うん、キューティー抑えきれなかったが、お二人いっぺんに上がって、あ場外へ、場外へ福岡に、あしかし両方とも円陣をかわされてしまった。エルボー一戦、うん、場外とそしてリング内、あの武道館で見せたようなね円髄2の共演だったんですけれども、おっとフィッシャーマンズスープレックス、おこれどうか、カウント危ない危ない、あの面白い入り方ですね今ね、はいはい、さあこの辺りキャリアではねこの中では最も長いこの駆動ですから、石井の長があるんでしょうか。おっあ駆動面スペシャルですか、これは変形のドラゴンスリーパーですけれども、あしかしここはキューティーがフォロー、なんかわけわかんなくなっちゃう。そうです ね、いやもうなんかぐじゅぐじゅになってきましたけれどもね、同士打ちなんだか、どっちがどっち攻めてるのかもよくわかんなくなっちゃったような、そんな感じさえしますけれども、ね、さあタイガースープレックス交通してます、はい、3と2。工藤選手のアピールという声もあるんですね。ああうわすごい、ここ今すごい音しましたけども、キューティーの膝がなんか痛かったんじゃないかって、円髄にっていうけど今のは脊髄にっていう、脊髄ですよ俺本当に、なんか変な音しましょう、骨みたいな、あやっと円髄に、円髄に行きましたね。おそのままホールだ、危ないぞ。うん、工藤もね FMW でトップを張ってるレスラーですからね、そう簡単には3カウントというわけにはいきません。おこれは久々に見せるクロスアルオーロラスペシャルだ。いいですね、回転もね、うん、うまい。やはりこの辺りはもうベテランの域に達しているクドメ。あーっとこれはひょっとしたら決まるのか、うん、勝負どころで見てね福岡がうまくキューティーにカットに入ったんですけれども、さあクドメか、うわーっと危ない危ない、くどめドライバーそのまま真っ逆さま、いやもう一回行くのか、あー怖い、そのまま真っ逆さま、デンジャラスな技であります。うわまだ行くのか、逆さ抑え込みを狙うか、あーもう一回、今度はドライバーの形にうまくまとめてカウント3。